皆さん、こんにちは。今回は不倫されても離婚しない女性芸能人というテーマでお話ししていきます。華やかな世界に生きる芸能人たちも、私たちと同じように様々な人間関係の悩みやトラブルに直面しています。中でも不倫が発覚したにもかかわらず離婚を選ばずに関係を続けることを決断した女性芸能人たちのケースには多くの関心が寄せられています。家族や子供への影響、芸能活動への配慮、または愛情や絆など、様々な要因が絡んでいることでしょう。最後までぜひご覧ください。三田寛子さんは、女優、歌手、タレントとして幅広く活動する日本の芸能人です。三田寛子さんは、1981年にシングル、かけてきた、乙女、でアイドルとしてデビューし、歌手活動を開始しました。その後1983年には大河ドラマ「徳川家康」に出演し、女優としても本格的に活動の幅を広げました。「鬼平犯科帳」シリーズや映画「サラリーマン戦火」シリーズなど、多くの時代劇や映画ドラマに出演してきました。また近年でもバラエティ番組への出演を続けており、その安定した人気は現在も変わりありません。三田寛子さんが夫、中村芝翫さんの度重なる不倫にもかかわらず、離婚を選ばない理由には、梨園の妻としての責任や伝統的な価値観が深く関係しています。梨園の世界では、妻が夫の支えとしての役割を担い、家族や家名の名誉を守ることが非常に重要です。三田寛子さんもまた、梨園のしきたりを尊重し、その役割を全うするため、離婚を選ばずに家庭を守り続けていると言われています。特に注目すべきは、三田寛子さんが夫の不倫に対して毅然とした対応を見せる一方で、梨園の世界では浮気が暗黙のうちに容認される風潮があることです。歴史的に、歌舞伎役者が芸の肥やしとして女性問題に寛容であるという文化が存在し、三田寛子さんもその文化に順応している可能性があります。これにより、夫の度重なる不倫を受けても、浮気程度で離婚するほど甘くないとの姿勢を見せているとも考えられます。さらに、歌舞伎界特有の厳しいしきたりや、家族全体が一つの舞台のように動くことが求められるこの世界では、家庭の崩壊は子供たちの将来にも大きな影響を与えます。三田寛子さんと中村芝翫さんには3人の息子がおり、全員が歌舞伎役者として活動しているため、彼らのキャリアや家族の将来を守るためにも、離婚を選ばないという決断に至っている可能性があります。また、三田寛子さんは、波野義恵さんという歌舞伎界での前例となる人物に影響を受けています。波野義恵さんは、夫である中村勘三郎さんの不倫にも耐え、家族を守り続けたことで知られています。三田寛子さんも波野義恵さんの生き方に共感し、梨園の伝統に基づいて家族の一体感を守るために、夫の過ちを許しているのかもしれません。さらに、三田寛子さんは、歌舞伎界において長年にわたり梨園の妻としての地位を確立してきました。特に、2016年に夫の不倫が初めて公になった際、三田寛子さんは迅速に公の場で謝罪を行い、その対応が高く評価されました。このことからも、家庭や名誉を守ることを最優先に考える三田寛子さんの強い決意がうかがえます。歌舞伎界の伝統と家族のために、離婚という選択肢を避け、家庭内の安定を維持し続ける姿勢が、三田寛子さんの強さと責任感を象徴していると言えるでしょう。西穂美悦子。志穂美悦子さんは、岡山県出身の俳優、歌手、フラワーアーティストです。1973年に映画、ボディガード気張ってデビューし、その後、女必殺剣、シリーズでアクション女優としての地位を確立しました。日本初の自らスタントをこなす女優として、国内外で高い評価を受け、世界的な知名度を持っています。また、
1987年に歌手の長渕剛さんと結婚し、その後フラワーアーティストとしても活躍を続けています。志保美悦子さんと長渕剛さんの結婚生活は、長渕剛さんの度重なる不倫騒動にもかかわらず続いています。特に1991年に清水美沙さんとの不倫が報じられ、続く1995年には国生さゆりさんとの不倫も大きな話題になりました。この国生さゆりさんとの不倫は、長渕剛さんの逮捕をきっかけに終焉を迎えたとされていますが、その際志保美悦子さんが冷静に対応し、国生さゆりさんとの話し合いを通じて関係を清算したと言われています。この姿勢から、志保美悦子さんはただ夫を許しただけでなく、内助の功を果たしたと評価されています。志保美悦子さんは1987年に長渕剛さんと結婚し、同年には芸能界を引退しました。その理由は、長渕剛さんの家に二人のスターは必要ないという強い意向によるものでした。この決断により、志保美悦子さんは専業主婦として家庭を支え、夫の成功を陰で支える存在となりました。二人の間には三人の子供が生まれ、長女の綾音さんは女優として活動しており、長男の渡さんはミュージシャンとして活躍しています。長渕剛さんの不倫騒動が続く中でも、志保美悦子さんは常に寛大な態度を示し、家族を第一に考え続けてきました。2000年代初頭にも夫婦の絆が試される時期がありましたが、志保美さんのサポートと忍耐により、長渕剛さんは立ち直り、芸能活動を続けることができました。志保美悦子さんは現在フラワーアーティストとしても活躍し、夫婦でお互いの夢を支え合う姿勢は多くの人々に感銘を与えています。こうした背景から、志保美悦子さんは母のような存在として家族全体を包み込み続けていると言われています。家族間の強い絆とお互いを支え合う姿勢により、離婚という選択肢は一度も浮上していないようです。三、高城圭。高城圭さんは元宝塚歌劇団宙組トップスターで、現在は舞台女優として活躍しています。1992年に宝塚歌劇団に入団し、雪組で多くの新人公演で注目を集めました。2006年には宙組のトップスターに就任し、坂本龍馬を題材にした公演維新回転龍目伝が対談公演となりました。対談後はミュージカルやストレートプレイなどで活躍し、サイドショーで高評価を得ました。高城圭さんが夫である北村六郎さんの不倫問題を抱えながらも離婚を選ばない背景には、様々な複雑な要素があります。まず、北村六郎さんとの出会いは2007年の舞台愛時を超えて関ヶ原異聞での共演から始まりました。その後2013年に結婚し、2015年には盛大な挙式を挙げました。この結婚は当初非常に順調に進んでいたように見え、2018年には舞台怪人二重面相で夫婦共演も果たしています。高城圭さん自身も夫の才能に魅了されて共演を承諾したと話しており、公私ともに良好な関係であったことがうかがえます。しかし2020年2月に北村六郎さんと女優の鈴木杏樹さんの不倫が報じられ、事態は一変しました。この報道により高城圭さんは大きなショックを受け、体調を崩すほどだったと言われています。北村さんは不倫を認め、謝罪の意を示しましたが、関係修復は容易ではありませんでした。その後、高城圭さんは北村六郎さんに対して感情の葛藤を抱えながらも離婚に踏み切ることはせず、結婚生活を続けています。離婚を回避した理由には、結婚生活を続ける中で培われた深い絆や50歳を目前に控えた将来への不安があったとも言われています。子供がいない状況で離婚後の生活を考えた際の不安も大きかったと考えられます。また夫婦関係を再建しようとする北村六郎さんの努力も無視できません。報道によると、
北村六郎さんは謝罪の電話やプレゼントを送り続け、何とか関係を修復しようと努めていたようです。現在でも高城圭さんは許せないという感情と許したいという気持ちの間で揺れ動いていると言われています。これは不倫から1年以上経過しても続く葛藤であり、完全な解決には至っていないものの、夫婦としての話し合いを続けているとのことです。結婚生活を維持する選択は、複雑な感情と未来への不安が交錯する中での決断だったと言えるでしょう。このような状況から、高城圭さんは離婚せずに関係修復を模索し続けている理由には、深い絆や将来への不安、そして夫の謝罪や努力が大きく関わっていると考えられます。原田愛さんは1973年6月16日に東京都で生まれ、神奈川県で育ちました。15歳で芸能界にデビューし、タレントや女優として活躍していましたが、1992年に芸能界を引退しました。俳優原田龍二さんの妻として知られており、同じ年に放送されたドラマ「嫌いじゃないぜ」での共演がきっかけで交際がスタートし、約10年の交際期間を経て2001年に結婚しました。一男一女を設け、現在息子さんはアメリカの大学でサッカーを頑張っており、娘さんは音楽が好きな高校生として青春を謳歌しています。原田愛さんは2019年に夫原田龍二さんの不倫が発覚した際、原田アウトという名セリフで注目を集めました。この一件は、原田龍二さんがファンの女性と複数回関係を持っていたことが明らかになり、その際に家族の愛車であるランドクルーザーが使用されていたため、 4WD 不倫として話題になりました。不倫はこれが3度目とされ、原田愛さんにとって大きな衝撃だったことは想像に難くありません。しかし原田愛さんは離婚を選ばず、夫婦としての道を歩むことを決意しました。その背景には、家族の安定を第一に考える姿勢が強く反映されており、特に子供たちのために平穏な家庭を保つことが重要だったとされています。また原田愛さん自身も、許したわけではないが前を向いて生きることが大切と語り、夫婦間での絆を再確認することに努めたようです。さらに原田龍二さんは不倫発覚後すぐに記者会見を開き、素直に謝罪したことが功を奏し、夫婦間の信頼関係を完全に崩すことなく修復する一助となりました。不倫騒動後も、原田夫妻は夫婦での CM 出演やバラエティ番組への参加を通じて、以前にも増して公の場に登場する機会が増えました。2021年には原田愛さん自身が芸能界に復帰し、再び活動を開始しています。結婚20周年を迎えた2人は、改めて結婚式を挙げるなど、夫婦関係の再構築に取り組んでいます。このような強い決断は、家族への愛情と信念から来ており、多くの人々から共感と尊敬を集めています。小川夏実さんは、日本の女優、タレント、コメディアンであり、多方面で活躍する著名な人物です。小川夏実さんは、若い頃からコメディエンターテインメントの世界に足を踏み入れ、特にお笑い芸人浜田雅功さんとの結婚により一層注目を浴びました。芸能活動では、ドラマやバラエティ番組への出演を中心に、ユーモアあふれるキャラクターで視聴者に愛されてきました。小川夏実さんと浜田雅功さんの結婚生活は34年にも及び、多くの困難を乗り越えてきました。その中でも特に注目されたのが、夫の不倫スキャンダルに対する対応です。2014年にはグラビアアイドルとの3年間にわたる不倫が報じられ、小川夏実さんはブログで、彼はハメを外しすぎたとユーモアを交えて夫を支えました。その後も家庭を守る強い姿勢が印象的で、我が家は大丈夫ですという言葉が大きく取り上げられました。しかし、2018年から2019年にかけて報じられたパパ活不倫では、これまでとは異なり小川夏実さんはコメントを控えました。
今回の不倫相手は20歳年下のエステティシャンで、密会は大阪の高級ホテルで行われたと言われています。報道によると約4回の逢瀬で合計30万円を渡していたとのことです。この騒動の中、小川夏実さんは舞台活動に専念し、公の場での発言は控える姿勢を見せました。また最近報じられた別居生活についても話題となっています。小川夏実さんが別居を開始した理由としては、舞台活動に集中するためとされており、これは不倫騒動の影響も考えられています。夫婦は長年にわたりお互いを支え合い、記念日にはプレゼントを贈り合うなど深い絆を維持してきましたが、不倫報道に対する小川夏実さんの胸中には複雑なものがあったと推測されます。濱田雅俊さん自身もラジオ番組で別居について触れ、夫婦関係に大きな問題はないと笑い飛ばしましたが、今回の騒動は9年前とは異なる形で夫婦に影響を与えているかもしれません。6中村玉緒。中村玉緒さんは日本の女優、タレントとして幅広く活躍しています。1939年に京都市で生まれ、歌舞伎俳優、二代目中村鴈治郎の娘として育ちました。1953年に映画デビューし、その後多くの作品で脇役を務めましたが、1970年代以降は母親役などで高い評価を得ました。また、バラエティ番組にも出演し、天然キャラクターで親しまれる存在となりました。勝新太郎さんとの結婚や、さんまさんとの共演も有名です。中村玉緒さんと勝新太郎さんの夫婦関係は、多くのスキャンダルや困難を経験しながらも、長く続いたことで知られています。特に勝新太郎さんが起こした数々の事件や借金問題は、夫婦関係に大きな試練をもたらしましたが、それでも中村玉緒さんは離婚を選びませんでした。勝新太郎さんは、映画制作会社、ガチプロダクションを設立しましたが、その後の経営不振によって14億円もの借金を抱えることになりました。中村玉緒さん自身も、この借金返済のために2億円を自分の名義で借り入れるなど、夫の負債に深く関与しました。それでも中村玉緒さんは、勝新太郎さんなしでは存在しえないという強い信念を持ち、夫のために尽力しました。さらに、勝新太郎さんは1990年に麻薬所持事件で逮捕され、芸能界で大きな話題となりました。ハワイの空港で下着の中に麻薬を隠していたという衝撃的な事件でしたが、中村玉緒さんはこの時も夫を支え続けました。このような困難な状況にもかかわらず、中村玉緒さんは笑顔を絶やさず、夫婦の絆を大切にし続けたのです。また、中村玉緒さんが病気で寝込んでいた際、勝新太郎さんが渡里哲也さんに頭を下げて、中村玉緒さんの好きな、口なしの花を歌ってもらうようお願いしたという感動的なエピソードも残っています。この出来事が、どれだけ辛いことがあっても夫を嫌いになれなかった理由の一つとして語られています。中村玉緒さんはテレビ出演や着物ブランドのプロデュースを通じて、借金を返済するための多くの収入源を確保しました。最終的に借金は完済され、その後も中村玉緒さんは数々のバラエティ番組で天然キャラクターとして大ブレイクし、長きにわたり活躍を続けています。このように、数々の困難や事件がありながらも、夫婦の絆を大切にし続けた中村玉緒さんの姿勢は、多くの人々に感動を与え続けています。七キキキリン。キキキリンさんは、日本を代表する女優です。1943年に東京で生まれ、1961年に文学座に入団し、結城千穂名義で女優活動を開始しました。テレビドラマ、時間ですよや、寺内貫太郎一家で一躍有名となり、独特の存在感で多くのファンを魅了しました。映画では、東京タワーおかんと僕と、時々、おとんや、万引き家族などが代表作です。また、内田裕也さんとの結婚生活や別居生活も話題となりました。キキキリンさんと内田裕也さんの結婚生活は、長年にわたって独特なものであり、世間を驚かせ続けました。
特に内田裕也さんの浮気や不倫がたびたび報じられる中で、キキキリンさんは離婚という選択を取らず夫婦関係を続けたことは注目されました。実際キキキリンさんは一度離婚を申請された際、訴訟を起こして離婚を無効にしたこともあり、この決断がさらに話題となりました。また二人は結婚後わずか1年半で別居を開始し、その後40年以上も別居生活を続けましたが、夫婦としての関係は継続していました。キキキリンさんは定期的に内田裕也さんと会って報告をするなどの独特な距離感を保ちながらも、互いに強い絆で結ばれていたといえます。内田裕也さんが逮捕された際にも、大変でしたねと笑顔で迎える姿勢を見せるなど、独自のユーモアを交えた関係が続いていたのです。キキキリンさんが離婚しなかった理由には、娘やや子さんがかわいそうだからという母親としての視点が大きく影響していました。また内田裕也さんの存在を重しと表現し、自身にとって必要なものであったとも述べており、単なる夫婦愛以上に深い人生観が反映された関係だったことがうかがえます。さらにハワイや京都の祇園祭などで別居しながらも旅行を共に楽しむこともあったことから、夫婦としての絆が保たれていたことがうかがえます。このように他者から見れば理解しがたい選択であったかもしれませんが、キキキリンさんにとっては非常に自然な生き方であり、夫婦関係を超えた深い絆がそこには存在していたのです。八森高千里。森高千里さんはシンガーソングライターであり、幅広い楽器を操るマルチプレイヤーとして知られています。1987年にシングル「ニューシーズン」でデビューし、その後独自の作詞とユニークなパフォーマンスで人気を集めました。特に「私がおばさんになっても」「渡良瀬橋」などの楽曲は多くの人に愛されています。1999年に俳優の江口洋介さんと結婚し、育児期間を経て活動を再開。近年もライブやメディア出演などで精力的に活動しています。森高千里さんと江口洋介さんは1999年に結婚し、二人の子供にも恵まれています。お二人の結婚は当時芸能界で大きな話題となり、特におしどり夫婦として広く知られていました。しかし2016年には江口洋介さんが篠原涼子さんとの深夜の焼肉デートを報じられ、夫婦関係に一時的な危機が訪れたと言われています。この疑惑は篠原さんとの共演がきっかけで親密さが噂されましたが、関係の真相は明確にされていません。その後も森高千里さんは家族を大切にしながらキャリアを積んでおり、特に2012年以降芸能活動を再開しました。森高千里さんは音楽活動を SNS や YouTube などを駆使して行い、幅広い世代のファンを持つようになりました。2015年にはラジオの司会にも復帰し、多忙な生活を送っています。また森高千里さんの魅力的な美脚はファンの間で話題となり、2019年の全国ツアーでも健在ぶりを披露しています。江口洋介さんとの関係も長年にわたって続いており、2024年には銀婚式を迎える予定です。夫婦間の問題が報道されても、お互いに支え合いながら乗り越えてきたことがうかがえます。旧今井美希。今井美希さんは日本の歌手であり女優です。1963年に宮崎県で生まれ、1983年にファッション雑誌でモデルとしてデビューしました。1986年にシングル「黄昏のモノローグ」で歌手デビューを果たし、数々のヒット曲を生み出しました。代表作に「プライド」や「ピース・オブ・マイ・ウィッシュ」などがあり、これらは大ヒットし知名度を確立しました。1999年にはミュージシャンの布袋寅泰さんと結婚し、2012年には家族と共にロンドンへ移住しました。現在も音楽活動を続けています。今井美希さんと布袋寅泰さんの関係は芸能界でも多くの注目を集めた略奪婚として知られています。1999年に結婚しましたが、その際布袋寅泰さんは既婚者であり、
前妻の山下久美子さんとの離婚後に今井美樹さんと再婚しました。この関係が報じられると、二人は世間から大きな批判を受けました。そして2004年には、布袋寅泰さんが女優の高岡早紀さんとの不倫スキャンダルで再び注目を集めました。フライデーには二人のキス写真が掲載され、大々的に報じられました。このスキャンダルは布袋寅泰さんの火遊びが過ぎましたとの軽率なコメントがさらに波紋を広げましたが、今井美樹さんはこの事態にも冷静に対応し、離婚という道を選ばず、結婚生活を継続しました。また、二人は2012年にイギリス・ロンドンに移住し、その生活も話題となります。布袋寅泰さんの音楽活動や、今井美樹さんの歌手としての活動はロンドンを拠点に続いており、二人の娘もイギリスで育ち、洗練された感覚を持つことが報じられています。娘は身長が170センチを超え、モデルデビューの期待も高まっています。このように、結婚生活は多くの困難に直面しましたが、今井美樹さんは自身のキャリアを守りつつ、家族との関係を大切にしています。布袋寅泰さんとの結婚生活が現在も続いている背景には、今井美樹さんの強い意志と忍耐があると考えられます。十泉ピン子。泉ピン子さんは、日本を代表する女優、コメディエンヌ、歌手、タレントです。東京都中央区出身で、1966年に歌謡漫談家としてデビューしました。1975年にテレビ番組、テレビ三面記事ウィークエンダーでリポーターとして脚光を浴び、そこから女優業に進出しました。代表作には、渡る世間は鬼ばかり、があり、長年にわたり国民的ドラマの顔となりました。また、文化庁長官表彰や朝日小綬章など、数々の賞を受賞しています。泉ピン子さんと夫である竹本健恵さんの関係は、1995年に発覚した不倫と隠し子問題で大きな試練を迎えました。この問題が明るみに出た際、泉ピン子さんは涙ながらの記者会見で、離婚はしませんと公言し、多くの注目を集めました。この会見は、脚本家の橋田壽賀子さんの助言によるもので、泣くべきだとの指示があり、泉ピン子さんはその助言に従って涙を流し、感情を表に出したと言われています。しかし、結果的に世間からの批判もあり、後に泉ピン子さん自身が、あれは失敗だったと語り、会見を後悔していたことが報じられています。竹本健恵さんとの出会いは、1988年の人間ドックでのことでした。医師としての竹本健恵さんとの交流が深まり、1989年に結婚しましたが、この結婚には竹本健恵さんの実家からの反対もありました。それにもかかわらず、親友である俳優の西田敏行さんの後押しを受けて、最終的に結婚に至りました。新婚旅行から帰国後、空港で行われた会見では、マスコミの注目を浴びながらも涙を見せて、夫には申し訳ないとコメントしています。不倫騒動後も、二人の関係は徐々に修復され、後のインタビューで泉ピン子さんは、夫は私のファンと語り、夫婦間の深い信頼が見られるようになりました。また、泉ピン子さんはこの経験を通して、不倫は絶対に許されないとの強い見解を示し、不倫に対する厳しい姿勢を一層強めています。この騒動を乗り越えたことが、夫婦としての絆をより強固なものにしたと言えるでしょう。泉ピン子さんと竹本健恵さんの間には子供はおらず、竹本健恵さんには過去の結婚や不倫相手との間に隠し子がいることが知られています。それでも夫婦として共に歩む決意を固めた二人は、長い年月をかけてお互いを支え合い続けています。いかがでしたか？今回は、不倫されても離婚しない女性芸能人についてお話ししました。芸能界では様々な形で困難を乗り越えていく姿が見られ、今回ご紹介した方々もその一例です。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。